皆さんこんにちは、 PGA ティーチングプロ竹内です。本日はバックスイングでのトップを安定させ、オーバースイングを修正する、矯正する練習法をご紹介していきます。もう単純に今回やっていただきたいのはバックスイングのトップで、止めるといった練習です。実際に止めてからダウンスイングを開始させるといった練習です。実際にこのバックスイングっていうのは自分で目で追ってトップを作れるわけではなく、ボールを見ているのでヘッド軌道はイメージでしか追えません。このイメージと実際のスイングにギャップがあると、このゴルフのスイング、球筋というのは安定してきません。この今回やっていただきたいのはトップで止めてイメージをここにいるなっていう感覚を作ってダウンをしていくといったように、トップで一回余裕を、自分の中で余裕を作ってダウンスイングを開始させるといった練習法です。私もですね、個人的にアマチュア時代この練習非常に多く時間を費やしてやってきた練習法です。実際に私ももともとオーバースイング でしたのでこの練習は、かなり練習をしてきました。なのでぜひ皆さんにもやっていただきたいです。このアドレスからバックスイングトップの位置まで上げていきます。理想ラインまで上げていき、ここで止めます。そこからダウンスイングを開始するといった練習です。それでは一度流れで見ていきます。アドレスを作る、理想のトップを作る、そこから止める、そこからダウンスイングをする。このリズムで打っていきます。最初はですね、非常に難しくタイミングもつかみにくいんですけども、これ繰り返し練習をすることでイメージが湧いてきます。もう一度打ってみます。アドレスを作る、通常のイメージで理想のトップを作る、そこからダウンスイングをするといったイメージで、このテンポで、スイングをしてみてください。実際にですね、難しい方はこの切り返しのダウンのタイミングがつかみにくいと思いますが、止めてから意識するポジションというのは手を下ろそうとするとダフってしまいます。止めているので手に力が有り余ってドンと打ってしまうんですけども、ここで動かす時に一度手の力が入っていないかなっていうことを確認しながら切り返しを入れていきます。手に力が入っていないなって思って腰の回転を作っていきます。そうするとヘッドが自動的に回転に合わせて降りてきます。このイメージを、タイミングを合わせてみてください。実際にトップが安定しないオーバースイングにどうしてもなってしまうという方、この練習法で矯正できますので、ぜひ試してみてください。以上で本日のレッスンを終わります。最後までご覧いただきありがとうございました。5日間上達プログラムを期間限定で完全無料でプレゼント中。いつも動画レッスンをご視聴いただきありがとうございます。コメントやいつも応援してくださる皆様、本当に感謝しています。随時新しいレッスン動画を公開していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。また動画とテキストで学べる無料レッスンも公開しておりますので、そちらもぜひゲットしてください。